京都トヨタ自動車株式会社は、京都府を主な販売エリアとする、トヨタ自動車の販売チャンネルである。通称、京都トヨタ。1944年12月設立、ヤサカグループの一社である。トヨタの新車販売、ユーカーレクサス社の新車販売、フォルクスワーゲン社の新車販売、自動車の整備、点検修理、自動車関連部品用品販売。 保険代理業、通信事業、JAF 入会受付、トスキュービックカード入会受付、トヨタ事業、レクサス事業、フォルクスワーゲン事業、上質、迅速、驚きの45分車検では、トヨタならではの工夫でスピーディな車検を実現している。早いだけでなく、しっかりとした技術でお車を点検する。SQ キュービック45車検のポイント。 一トヨタ社を知り尽くしたプロの技術力、国家資格取得者100%日への詰まった、車検ツールで、無駄のない作業を実現、世界に認められている、トヨタの改善を受け継ぐ究極の車検ツールで、実現3検査員とエンジニアの抜群のチームワークで、時間短縮、京都トヨタ独自の作業訓練法により検査員と、エンジニアが、抜群のチームワークを発揮。 SQ ュービック45車検の紹介動画も YouTube 京都トヨタチャンネルで閲覧可能歴代のクラウンをもう一度走らせようと全国のトヨタ店が歴代クラウンのレストアにチャレンジした。メイドフォージャパンを貫くクラウンのスピリットに出会いために京都トヨタ自動車は1962年式の RS30 のレストアにチャレンジした。 古い車をレストアする上での重要課題は、交換部品を探すこと。機能部品、エンジンやミッションの部品は、2代目クラウンに代替になっているものがたくさんあり、それをベースに探して使えるものは使った。最も勉強になったのは、オイルシールやベアリング類は、部品に記載されている刻印が、規格になっているということ。 その刻印を元に逆引きし、製造元などから部品を取り寄せた。入手できないゴム類は、加工業者さんに依頼し、ワンオフで作成した。レストア期間は、約1年。レストア担当者は言う、今回のレストアで手を加えていない部品は一つもない。世界中探してもこのクラウンより、 クオリティの高い初代クラウンはないレストア担当者の地震は2016年8月に開催されたクラウンジャパンフェスタで4 3 0トルを意図も簡単に走り切ったからであるクラウンジャパンフェスタの内容は以下の通りである2016年8月25日クラウンの生まれ故郷である愛知県豊田市の元町工場に全国から54台の歴代レストアクラウンが 集結。校内をパレードした後、うち24台が、東京、大館山を目指して、4泊5日で総走行距離 430km を、走破する、ロングドライブにチャレンジした。そしてフィナーレとなるのが、クラウンジャパンフェスタイン大館山である。京都トヨタの HP には、初代クラウンのレストア作業の様子が見られる、クラウンレストアブログがある。 トヨタ自動車が作成したディスカバークラウンスピリットプロジェクトレストアドキュメンタリームービーにも多数出演している。AKB48 チーム8の大田奈も京都、トヨタのレストアした初代クラウンに乗ったことがある。AKB48 チーム8大田奈さん、クラウン史上動画第1回放送、京都の絶景の写真撮影にチャレンジ第2回放送。 エコカーカップ2017にチャレンジ第3回放送、京都北部の旅レポートに、チャレンジ第4回放送、未来のエンジニアの発掘に、チャレンジ第5回放送、最先端の自動車技術にチャレンジ。第6回放送、カートレースに、チャレンジ第7回放送、未来で、どこまで行けるか、チャレンジ第8回放送、4WD で、オフロード走行に、 チャレンジ第9回放送、接道走行に、チャレンジ、CM ストーリー、主人公は、京都豊田に勤務する、新入社員。いつもは、ちょっぴり、おっちょこちょいな女の子。だけど、仕事に向かう姿勢は、とても真面目。失敗を恐れずに、積極的な周りの社員たちとコミュニケーションを図り、鍛えられていくことで、少しずつ仕事を覚えていきます。 そんな主人公を演じるのは、AKB48 チーム8京都府代表の大田尚、な女優を目指す彼女の本気の演技は見る人を感動に、導きます。CM タイトル、初めての商談編、初めての納車編、初めての整備場編 AB 京都トヨタ自動車株式会社第107期決算広告、大田なの冠番組がスタート。 京都トヨタのホームページでは、京都トヨタ新 CM を公開。AKB48 チーム8公式ホームページ。アックス2 0 1 7年10月23日閲覧。ありがとうございます。